車両後半出入口のドアを開放いたしております。福島来るんならここ行ってください。いやうまいっすね。安い。ほんまに多分地元の人が来るような集まり。すごいいい匂いします。
3人来た時に作ってたら、ね、他のいろいろ頼む中の一品、唐揚げと餃子が用でるんだ。あ、そうなんですか。有名なぐらい、餃子が特に有名な。大丈夫ですか。称賛し愛することを揚げワンタンのソースがらみ、うんうん、チリソースみたいな、天津飯の甘辛ソースみたいな感じで、とオクラとか卵とか野菜いろいろ入ってる。あ、あれうまいですね。カジュアルを炊いてるんだよ、あの甘辛く炊いて、そうそう、炊いて冷凍しとく。サザエってのはもう昔から沖ノ島では有名というか。そうだね、サザエとかアワビとか。これがあの尻尾、尻尾の、あ、これが結構美味しい、うん、苦味があって、あ、サザエを使ってるな、よく。すごい、あの身がしっかりしてますよね。うん、これ1匹。1匹入ってるんですか。そう。うん、あ、うまっ。味付けがめっちゃ美味しい。結構海苔が結構アクセントで、サザエの磯の香りもあるし、海苔の磯も、うん、味付けめっちゃいい感じ。これもさっきと一緒で、オクラとソーセージとかまぼこが入ってます。うまい、うまいです。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、
チャンネル登録もよろしく。スピチューブインスタグラム始めました。お得な情報プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。